コトリン型駆逐艦。コトリン型駆逐艦。型駆逐艦。コトリンクラスディストロイヤーは、ソビエト、ロシア海軍の駆逐艦である。56号計画の基本型であり、サムコトリン型などのサブタイプが存在する。コトリン型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は56型駆逐艦。スポコーイヌイキュである。コトリンは、ロシアの コトリン島あるいはこれにちなんで命名された帝政路氏、時代の水雷艇の名称に由来する。56号計画は、改め41号計画という位置づけで1951年夏より、計画が開始された。この年の6月2日付のソ連政府八百8 6 7から891号政令により、計画は、正式に、41号技術計画のスペック、 変更型問う規定がなされた。精霊は、戦後初めて設計された41号計画型駆逐艦の、過大な排水量に不満を感じたヨシフスターリンが、その小型化を求めたことによると考えられている。41号計画は失敗とみなされ、一番艦のネウストラシーム1隻が建造されただけに終わっている。56号計画は41号計画反対派によって、 設計が進められたが、その具体的進展については、正式には公表されていない。おそらくは、ネウストラ CV の建造が開始された頃に56号計画の設計が開始されたと考えられているが、これは、つまり41号計画の是非が問われる以前に、発展型の開発が始められていたということになる。結局のところ、56号計画の目的を、 明確化することはできない。少なくとも言えるのは、発注側、ソ連海軍ではなく産業側の要求で計画は作成されたということである。計画が進む中で、設計人も41号計画の最も主要な監督官に変わった。開発要求では、スペックは41号計画との比較において、排水量で3770トンに対し3150トン。 速力は 36KN に対し 39KN。航続距離は5500回りに対し4000り。行動期間は20日間に対し10日間。主要兵装は4機の小型砲塔に収められた 45mm 安定式連装自動砲 SM-16 に対し4機の 45mm 非安定式連装自動砲 SM-20 自負とされた。号計画計画では、 従来予定された41号計画が駆畜艦110席の建造計画に対し、100席の同系艦の建造が予定された。このように41号計画の排水量を抑えて、速力と航続距離を増すよう修正をした結果、発展型の性能は本質的に低下させられた。計画はすぐに見直され、速力と 航続距離はそこまで重視しなくても良いこととされた。それでもなお、1954年4月4日付の第1648から592号政令では3230トンの排水量と 38.5kN の速力が要求された。全計画との間に基本的な変更要素は存在しなかった。最大の変更点は構造上のものであった。 船体形状は要求された、排水量における装備品と機関配置のために最適の形状とされ、ことのか公用性は優れていたが航続距離にはやや不満が残った。公転時の対策としては、各室の防水設備の改良が行われた。上部甲板には増築された上部構造が設置され、軽量化と経済性向上のためこれはすべてアルミニウム製とされた。 しかし、この構造は容易に変形し、またひどい振動を招いた。一番艦の建造中に三度も修理が行われ、最終的には完全な鋼鉄性に改められてしまった。コトリンガタク,ク艦は破片から艦を防御する装甲を有していた。司令塔、環境周り、魚雷発射艦防御壁、機関室を覆い、最初の一発を装填する砲弾機銃機には10ミリメートル。 主方法には20から4 0ト、mm、ルの走行が施された。エンジン出力は41号計画の66000馬力から72000馬力に強化された。しかしながらエネルギー転換効率は41号計画の79%より5%悪化の74%となった。最終的に一番関スポコーイヌイの海上公民において明らかになったのは 41号計画型の完全な繰り返しとなる不十分な速力であった。41号計画型より400トン少ない、排水量で1万馬力も大きな出力を持つ機関を搭載し、スポコイヌイが達成できたのはただ、ネウストラシームイより1 k n 早いだけの速力であった。特別審理が行われ、主任技師がその責任を問われた。その結果、 56号計画でも彼の設計した41号計画と全く同じ、管理、スクリュー、操作装置の正しくない設計が論理的に明らかにされた。スポコイヌイは、管理を新しい、正しい設計に変更する必要に迫られた。この変更は、比較的、素早く、また十分に行われた。その結果、56号計画型の速力は39。 KN 近くに達するようになった。特に優れていたのはナスト 1V で1957年の海上公民において 41KN 以上の速力を発揮した。もっともその速力はその後の回収によりすぐに失われてしまったが。また、最大稼働時に機関の冷却水が非常に高温に達することも問題であった。また、 結局のところ1席の56号計画型駆逐艦も要求された航続距離を実現することはできなかった。ただ、燃費は当時の標準的な駆逐艦30ビス、号計画型の1.8倍となり大きく改善された。しかしながら、試験における審査員の総合的な評価は30ビス、号計画型に及ばず、特に巡航速度が劣ることを指摘された。 コトリン型駆逐艦の海軍への登録は1952年より開始され、1955年の時点ですでに5隻が在籍した。最初のスポコーイヌイは1956年6月27日に竣工し、赤旗受賞バルト艦隊へ配備、同年10月から11月に追加試験を受けた。最終的にコトリン型駆逐艦は、 ソ連国内の3つの造船工場で27隻が建造されたに止まった。建造されたコトリン型駆逐艦は全艦がソ連海軍で運用され、一部がロシア海軍に継承された。スプラベドリー V はポーランドへ引き渡され、ワルシャワとしてポーランド海軍で運用された。中華人民共和国ではタリン型をもとに、 コトリン型を参考にした旅を上がった駆逐艦を開発、建造している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。